皆さん、新年、明けましておめでとうございます。イェーイ、ハッピーニューイヤー。お正月、テレビもそんな面白いのないやろ？あるん。見るもんなかったら、これでもお餅食べながら見ときなはれ。てなわけで、毎度毎度、わかっぷ。今回はこのお家をリノベーションしていくで。ここは、床上浸水したお家らしいわ。心からお見舞い申し上げるけど、まあ、安心しとき、ちゃちゃっと綺麗にしていくでー。ここは、建物よりもお庭がめっちゃ広いな。私、ガーデニングのセンス、全くないのにこんな広いお庭を、どないかしなあかんの？新年早々、えらいことになってしもたな。まあ、頑張ってやっていくわ。I can do it.Maybe I can. まずは、お家の中を見させてもらってから、考えていこか。ついでにドアもポイポイしていくで。小さい割に、めっちゃドアあるやん。一つ一つが小さいお部屋なんやろな。ここは、キッチンやったんやな。中にもドアあるがな。ほな、あっち見に行こか。ドアもポイポイっとな。ここは、ベッドルームとして使ってたっぽいな。ほうほう。ベッドはシングルみたいやな。ちゃっちゃと見ていくで。ちゃんと、ついてきや。次のお部屋は何やろな。ここはリビングスペースみたいやな。あのドアは裏庭に出るドアやな。ほほう、そういうことですか。ほほう、なるほどなるほど。ほな、次はあっち行くで。この感じやと、1LDK か、2DK ぐらいのお家に、仕上げるってことになるな。そしてここがバスルームなんやな。バスタブなしでシャワーだけやな。ま、狭いしそうなるわな。少し古い沖縄の物件とか、最近の東京都内の、シングル物件も、浴槽なしタイプが多いけど、やっぱ浴槽ないとなんや落ち着かんことない？どない？シャワーだけで済ます日もあるのに、浴槽ないと寂しない？シャワーだけの日も、結局は浴槽も洗うことになるのに、それでも浴槽恋しない？とか言うてる間に、全部のお部屋見て回ったけど、どうやら、間取りとしては 3DK みたいやな。床上浸水しただけあって、全部の壁の補修は必要みたいやな。そしたら、次は、あの気になるお外のボコボコに、取り掛かるで。せやねん。これ、どうもモグラの巣らしいわ。てか、モグラこんな大きないやろ。ちょっとした、タスマニアデビル並みのサイズやがんな。こんなサイズ感おかしいモグラは、ノーサンキューやで。そしたら、モグラもやっつけたし、作業に取り掛かっていくわ。ここからは、毎度おなじみの早送りでちゃっちゃしとくわ。こういうのがめんどくさそうに、思われるんやろうけど。どんなお家に作り変えるかを、考えながら作業するから、これもまた充実した時を、過ごせるってな話やねん。それはそうと、ここのチャンネルの他の動画見てくれた人いてる？実は、もともとは、こんなほんわかしたゲームやなくて、銃をバンバン撃って、敵をバッタバッタ倒す系ゲーム出身なんやで。出身って、なんやねん。動画で公開してるのは、バロラント、てなゲームやけど、もっと遡ると、あんなんじゃすまへんぐらいガッチガチな戦争ゲーム出身なんやで。多分、日本であのゲームを真剣にやってた女子は、私ぐらいやったはずやで。当時のプレイ動画が、これしか残ってないねんけど、モップやら掃除機やなくて、でっかいスナイパーライフル背負ってたんやで。お家を作るどころか、味方に空爆要請したり、ロケランぶっ放して、豪快に人様のお家を、壊しとったっちゅうねん。それが、今となっては、事故物件やら床上浸水で、えらいことになってしもたお家を、有機法に蘇らせるとは、
人って、変われば変わるもんやな。クールなメロウと呼ばれてたこの私やのに。今じゃ、ヒョウ柄のお洋服ってリノベーションって、世の中どないなってるん？しても、あれはあれ、これはこれで、どっちも楽しいねんで。精神統一して、標的に狙いを定めて、ババーンってするか。心を無にして、お掃除してリノベーションするかだけの、違いやな。って、大違いやがな。まったくちゃうがな。何を言うとんねん。とか、言うてる間に、壁の補修も着々と、進んでるやないの。あとは、大好きな窓拭きと、コンセントの修理もしていかなあかんね。せやねん。このゲーム、ところどころ意外とゲーが細かくて、やらなあかんことが多いのよ。なんでも好きなように、ポンポンっとアイテム置いてるだけに、思うかもやけど、お風呂とかトイレとか、一部のアイテムは配管工事も、必要なんやで。せやから、場所とか向きによっては設置できないとか、いろいろ大変なんやで。どうしても、この密集のがあるから、似たようなインテリアになってしまうけど、使えるアイテムの数が、びっくりするほど、あるからな。それプラス、他のプレイヤーが作ったアイテムが、13000個以上も、無料で公開されてて、それも使えるねん。ほんまは、畳が欲しくて探したんやけど、ええのがなかってん。掘りごたつ式の和室とか作りたいねんけどな。さすがに、自分でアイテム作れるほどの、技術がないから、誰かが作ってくれるん待っとくわ。オッケー。これで、こまごました下準備は終わったんちゃう？中も、お外もチェックしてみようか。すっかり、夕方になってしもたけど、まずまずのスタートやな。元は、3DK でシングル物件やったけど、なんとか水回りには。バスタブも置きたいから、2LDK か、1LDK にしたいと、思ってるけど、どない？それにしても、このお庭の広さよ、どないしたろ。とりあえずは、あれやな。いつものように、中の壁をストレス発散も兼ねて、ぶち壊していこか。まず、それをやらんことには、始まらんってやつやわ。前回の、オーシャンビューの事故物件は、広かったから作りがいあるけど、今回の広さは、御堂筋線にした鍋駅下車徒歩6分の場所にありそうで、リアルで楽しいんやで。大阪人しか、わからん路線やな。ごめんごめん。西田鍋やなくても、東三国でも、三手島にでもありそうやけどな。あ、また大阪ローカルな駅やったわ。ごめんごめん。さっきから、アホなこと言うてるけど、頭の中は、2LDK with バスタブでいっぱいなんやで。I'm always, thinking about, this house.あっちの壁は、そのままでいいかなと思ったけど。やっぱ、すっきり叩き壊しとこか。よう考えたら、壊すんやったら、中の壁補修せんでもよかったやん。こういうとこが、どんくさいんやな。けど、心配あらへんあらへん。ちゃちゃっと仕上げるから、楽しみに待っといて。新春第一弾なら、もっと豪華な物件の方がいいのに、庶民的物件を選んでしまうのが、詰めの甘さやな。ま、素人やからしゃあないしゃあない。いつかは、それなりに成長もしていくんちゃう？知らんけど。ほな、今回も見てくれてありがとう。大きに大きに。ほな、またねー。Thank you for watching. See you.